前回あの月倉で作ったシーランタン装置をちょっと改良というか見た目をいい感じにしようかなと思ってます。いって、あー、やっちまった。いやー、ここに入ったらもう助かんねえ。助かりません。やっちまいました。このガラスだけでも、ああ、なんだここ、ノーキンガーディアントラップノーキンガーディアントラップ、こちらいいね、わかりやすくて。何この土の囲い。でー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 、その日人類は思い出した。月倉メンバーは結局脳筋部加入するんですか？いやーちょっとねー、そこら辺ちょっと曖昧です。はい、最近あの厚倉内にいろんな部活ができてるという噂で、建築部から始まり、脳筋部、あとはダジャレ部がなんとかみたいな、ダジャレ部ができるとかできないとか、ダジャレ部精力的。あ、ヒカプさん、ダジャレ部はオラフ君が期待のホープですオラフ君期待のホープだったか、ダジャレ部の。さらばだ。お、なんか牛乳が下から上がってきてんな。でででででんでででででんでででででで、え、昨日捨てたはずなのに、昨日ゴミに捨てたはずなのに。恐怖の牛乳。謎のネザー側から来た。てかネザー側から来たっつっても不思議な話だな。ネザー側でゾンビが湧かないようになってるはずなんだけど。え、まさか今のゾンピグじゃなくてメン。ててててて、んてててて、てあれ、え、参加賞でインゴットもらえるの、なんていい子なんだ。え、そしてなんかここめっちゃ整地されてる、めっちゃ整地されとるんだが、ここ。あれ？え？ハイパーダッシュモーターくん、出品済み？おお、ふざけんな。え、どういうこと？ハイパーくん。ハイパーくんいた？ハイパーくん、ハイパーくん。なんで出品されてんだ、ハイパーくん。え？どうした、はい、ハイパー出しもったか。危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。やべえ、オークションだな。ふん。一旦。よし。頼む。はい。はい、消えます。よし、オッケー、みんなお疲れさん。なんで書いてある？私の本性を知りたい方は連絡してね。何これ、何これ、チャヤさん、ノンスモーキン菊池300分無料券。よし、とりあえず終わるか、じゃあね。はい、ということで、じゃあ皆さん、今日も、ご視聴いただきありがとうございました。また、ちょっとね、今日はこちらの整備を、
やって、綺麗にしたんですけれども、またこの装置を、さらに納金式として、仕上げていくために、はい、仕分け機も作っていきたいと思います。はい、仕分け機作って、まあ、最終的にはやっぱ、どうだろう。ここでやれること増やせば、その分いっぱい湧くんだけどな。まあでも、放置しててもいいもんね、別にね。うん。放置しててもずっとゲットできるから。ではでは、お疲れさんでーす。またねー。よいしょ。あ、そう、前回さ、あれだったんで、僕、あろうことか、この状態で、じゃあみんな、お疲れ様でーす。ありがとうございました。バイバーイとか言って、このまま放置して、仕事のミーティングしてたんだよね。このまま僕、放置して、仕事のミーティングしてて、助けてくれた、メンタタイタイがありがとうございます。僕もなんか最近、レッドストーン装置作らなさすぎて、この前、ドズルさん、仕分け機なんか作れるんですかって言われちゃったから、じゃ作るわ。僕もやればできるってこと。ただ、整理整頓ができないおじさんじゃないぞっていうところを、お見せします、皆さんに。もう何も見ずに作る。あそこ襲撃者か。あ、ちゃんとあ、ゲートすごいいいね。ゲート見た目でちゃんと変わってるんだ。何？怖い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 。まさかこれ。ガストトラップ？めっちゃ足が、竹道を。めっちゃ足が速くなってる。ここがね、なんか別のとこと繋がっちゃってるみたいな噂聞いたけど。まあいいや、一旦仕分け機作ろうぜ。こんなとこで死んだら助からん。行って。やってくれたな。拳で分からせてやる。めっちゃゴミがいっぱいある。はいはいはい。いて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 。いて、ああもう、何あいつら、ほんと。よいしょ。来るなよ、来るなよ、来るなよ、来るなよ。見て、手持ちがパンパンだからこそ、拾い忘れがないっていう、この、ね、ちゃんとピタッと埋まってるから、一瞬で、拾い忘れがあったかないかわかるっていう。ドズル式確か生み出してたよな。ドズル式めっちゃ、ドズル式めっちゃあれだったんだよな。下から炙ってた気するんだよな、ここ。前回のドズクラ、40歳独身、実家暮らしのモンさんが、ついに引っ越し間近みたい。そこで、マイクラでも一人暮らしを始めてみたいんだって。地面を直下掘りして、手に入れた鉱石だけで家を作る。じゃないですか、完璧じゃないですか、これ。無駄に長い水路。何の意味もない、無駄に一周させる水路。納金ですね。納金だけどエコよ。うん、これ一つ問題は、このカチカチが間に合うかどうかよね。いいバレンタインを。とりあえずチョコレート、サンダーからもらったチョコレート、とりあえずサウナに飾って。鉄おじボックス、ありがとうございます。鉄おじとうるざきくんから、
あれもらってるんで、今から恩返しに行くぞ。すげえ整地されてるよな。あれやっぱカズさんだったね。いや僕カズさんかなって思ったんだよね、これ。なんだこれ。あ、レース上のスコア、これ。自己ベスト記録、レース3時間打つでしょ。絶対打つでしょ。46秒。これ面が早いからな。あ、自己ベストこれで測れるんだ。面白い。あれ、あっちなんか家できてる。あ、あんな緑だったっけ。今日はあそこに止めてもらおう。止めてもらおうと思ったらハリボテやないかい。あ、このおしゃれな家に止めてもらおう。おしゃれな家に。そや。でもこのヒカクさんがドズル像っていうかドズル社像を作ってくれたおかげで、すげえこの火事のドズル社があれしてますみたいな。うん、ちょっと待って、あれなんだ、あれなんかデベソみたいになってるけど、あれなんかあそこフラーナできてる、何あれ。へえ、いってらっしゃい。懺悔室じゃなくて、みそぎの祠？なんだ？え？なにここ、なにここ、怖っ。え？ラジオ室みたいじゃん。え、なにこれ。みそぎレバー、あ、みそぎレバーあるんだ。ガチな人専用、なにこれ。ロス確定って書いてあるんだけど、怖っ。どういう、どういう、これあれ。あ、悪いことしてはここで謝ったら神様があれしてくれるんだ。懺悔室だね。ちょっと今度行こう。今日は時間がない。え、何この城壁マーク。え、どこに繋がるんだこれ。いやー、ちょっともう無限に やりたくなっちゃう。そろそろちょっとでもドズ抜きが始まるから。お、え？キヨキヨハウス？キヨキヨハウスか、これ。あ、階段部の旗なんだ、あれ。階段部の旗か。じゃあ僕ちょっと配信外でごめんなさい。マグニーさんにプレゼントだけ渡しときますわ。したら皆さん、今日もご視聴いただきありがとうございます。また、ちょこちょこね、こちら、アツクラもやっていきたいと思いますし、明日は、アツクラ、スタジアム会でございます。月クラスタジアムの、放送会でございまして、罰ゲームもね、みんな大好き罰ゲームもございますので、ぜひ明日も見に来てください。よろしくお願いします。ドズボタレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。